手のアップ ポンちゃん、朝ですよ、ポンちゃん。ホットカーペットでぬくぬくしているポンちゃん。手のアップ。そして鼻のアップ。起きた。うるさいなーって言った今。寝かせてって言ってる。おやすみ。朝だけどおやすみ。ちゃんくん。家でこ10周年おめでとう、ちゃんくん。実際にはまだ2日ほど前になりますが、プレゼントまたもらったよ。今開けるからね。シュン、はい。これはね、おトイレマットだって。へえ。あのほら、よくこの感じでそうかなと思ったんだけど、うん、石が、あ、トイレ砂が、はい、ここに降りると、そうそう、ここにこっちにこびりつくのか。そうそう、こっちについて。すげえ、それはなんか。ただ置く場所がね、ちょっと。さて、狭いお家なので、こういうとこかな。そして、うん、このトイレから、こっち行っちゃうんだよね。だから、あ、この上？そうね、そこよりも、下の今、お魚がの爪研ぎが置いてあるところと、あとそっちの今この爪研ぎみたいになってるやつ使ってくれてんのかな、これ。まあちょっとわかんないけどね。まあちょっとこの辺を整理してやってみましょう。そう、これね、2枚あるから多分2個入る。部屋に撒き散らさないようになったらかなりいいことですね。ねえ、それとこの大きさだとかなりでかい猫がうちにいるって感じがするね。ぽんちゃん、こんなのもらったよ。ぽんちゃん。ぽんちゃんなんかぼーっとしています。あ、くんくんしています。でかっ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぽんちゃんどうぞ。そして、いいよ。そして、これは、爪研ぎでーす。2つが組み合わさってるね。そうだね。
なんか面白いね。はい、ちょっと見立て式になりました。こういうことだったんですね。そういうことか、長くなるんだ。めっちゃ長いよ、ポンちゃん、ピャンくん。こういうすごい。で、裏もまた使えるようにってことな、ね、なるほど、そういうこと。こういうふうにも先にこっちかな。そうやって使ったり、うん、で、あのな、ダメになったらこう使ったり。あとこの裏も使えるってことだよね。こういうふうにシェイプも使えるってことだよね。あ、今ですね、もったいないって言ってこういう状態になっていますが、これは全部の面を使おうという趣旨がこれで見えますね。え、すごい。なるほどね。なるほど、良いじゃないですか。どうもありがとうございます。ありがとうございます。10周年です。いいえ、違います。この人は違います。はい、この人が10周年です。おめでとう。おじくん、どう、おじゃるくん、ゆっくり登場。だだだだ、おっと、はい、初つべとぎジャン君がやってくれました。よかった、ジャン君、よかったね。